役者書き本書は10 9 9 3年のい訳です1年以上前の作品ではあるがこの本などをもとにダン・ブラウンが世界的ベストセラー「ダ・ヴィンチ・コード」を書いたことでアメリカで再び脚光を浴びている。著者のマーースターバードは マグダラのマリア研究の第一人者として精力的に講演著作活動を行っており最近ではダン・ブラウンらとともにダヴィンチ・コードにまつわる謎や疑惑を検証するドキュメンタリー「ダヴィンチ・コード・デコーデッド」2004年にも出演している本書は教会が長年「娼婦」と断じてきたマグダラのマリアの真の姿に迫るまずは当時のユダヤの風習や 交渉、古代均等の異教怯卑聖書の記述を比較検討しイエスとマグダラのマリアが結婚していた可能性とその政治的宗教的意味を探る次いでイエス受難の後のマグダラのマリアと家族の足取りを欧州各地ことに南フランスの民間伝承や黒い聖母崇拝聖杯伝説と関連づけて推理してゆく。以下省略 序文人類史上最もドラマチックで意味深い出会いイエスとピラトの対面の中でイエスはピラトに言った私は真理について証しをするために生まれそのためにこの世に来た真理に属する人は皆私の声を聞く対するピラトの答えは真理とは何かであった ヨハネ福音書ピラトはイエスが何の罪も犯していないことを知りながら十字架形に処したイエスの無実という明白な真実をあえて無視し皇帝カエサルと神殿の二大権力の方を尊重することを選んだのであるピラトはイエスの命と真実とを引き換えに 自らを脅かす宗教権権力力とと政治権力の攻撃から身を守ろうとしたこの出来事から学ぶべき厳しくも重要な教訓があるそれは「真実は政治権力や宗教的な教義によって決せられるものではない」ということだ。「神殿の権威者やピラトの判決がイエスを有罪と断じたから」といって「 イエスが罪を犯したとは言えないカトリック教会が長年にわたって太陽は地球の周りを回っていると宣言していたからといって太陽が地球の周りを回っていたことにはならないのと同じ論理である真実を決定するのは誰の欲望でも命令でもない人間の心と現実とが調和したところにこそ 真実があるのだ改めてこのように言う必要を感じたのは権力や普遍的な意見伝統が当然のごとく真実の代名詞と見なされていることがあまりにも多いからである。もっとも顕著な例は聖家族に関するローマ・カトリック教会の教えではないだろうか教会によるとヨセフは妻マリアと夫婦の営みを交わしたことは 一度もなかったというマリアはイエス一人しか子供を産まず生涯処女を貫いたさらに息子のイエスも再退しなかったと言われているカトリックの小学校と中学高校で12年間そしてイエス図い師となり司祭<歳>となる家庭で受けた23年間にわたる教育の中で私に示されたのはまさにこうした 性家族の姿であった伝統的な考え方に染まりきっていた私は「神は何でもできる」「マタイ福音書1926」という信念に支えられてこの「聖家族」の説明を「唯一無二である神の啓示と完全に一致するものと思い進んで受け入れた」「当時の私にはマリアやヨセフイエスの純潔に対して投げかけられたどんな疑いも容易ならざる 侮辱に思えたイエスが結婚していたとする主張を知って愕然とし心底打ちのめされたマーガレット・スターバードと同じく私は性家族の純血に関する教会の教えを神聖なる真実と捉えていたのであるだが10年にわたって聖職者の独身主義を規定した教会の戒律の歴史的起源を調査した結果 私はようやく夫婦間の愛の営みに対する教会の姿勢に隠された重大な先入観「脅迫神経症」というべきかもしれないの存在を認識した「グノーシス派やマニキュアに端を発するこの偏った意見は実に明確なメッセージを発信していた」「夫婦間の営みというものはよくてもかろうじて許される程度」 悪悪くすれば、この世界に悪を生み出し続ける非常に罪深い行為だというのである。グノーシス派のキリスト教徒の中でも最も指導的な存在であったマルキオン100年頃から160年頃マルキオン派の創始者は処女と未亡人それに性交渉を慎むことに同意した夫婦にのみ洗礼と生体配慮を許した。 マルキオン派は自然の摂理を悪と考えこれ以上地球に悪を広めたくないと考えて結婚を自ら控えていたのである同じくクノーシス派のユリウス・カッシアヌスの主張によるとイエスが地上に降りてきたのは人が最も獣に近づくと考えられていた男女間の性的な営みを抑制させるためであった。 結婚を腹立たたしいい重荷と捉えて聖アンブロシウス340年頃から397年ミラノ司教は「夫婦の愛は束縛と霊俗につながると説いて結婚を考える人々に注意を促した」「タティアノス120年頃から173年頃は性の営みは悪魔による干渉の結果であり キリスト教徒としての生活は純潔の枠外では考えられないという意見だった聖アウグスティヌス354年から430年ヒッポの司教は女性の愛護や妻との肉体的な結合以上に男性の精神をその崇高の極みから堕落させるものはないと発言した聖ユスティノス100年頃から 165年頃、哲学者で殉教者は、夫婦間の営みに対して大きな不信感を抱いており、マリアが性の営みによってイエスを見ごもったなどあり得ない。諸女解体したに違いないと主張した。また、イエスが完全なる純潔を貫く誓いを立てていたと信じて疑わなかったオリゲネス。185年から254年は、 自ら術を受けたと言われている婚姻の営みに対する不信感は非常に根強く教会は4世紀から既婚の聖職者に対して妻との営みを禁じ子を儲けることを禁ずる戒律を導入した既婚の聖職者がこのキリスト教精神に反した非道徳的な戒律に従うことを拒むと制裁は罰金から 公会の東国免職既婚聖職者の婚姻一律無効化へと次第にエスカレートしていったついには教皇自ら既婚聖職者から妻子を取り上げ教会の奴隷にするという指令を出すに至った教会の教えや戒律の裏に性に対する脅迫観念があったことに気づいて私は大きな衝撃を受けた。 性家族に関する教会の教えが形作られた時夫婦の愛の営みに対するこうした歪んだ考え方の方に大きな影響を受けた可能性は考えられないだろうか教会が性交渉を見下していたからこそイエスとマリアヨセフに関する偽りの説明が誕生したのではないだろうかマリアが産んだ子がイエス一人ではなかったとしたら もしそうなら一人子の諸女母として扱われるのはマリアにとっても耐え難いことなのではないだろうか。マリアが腹を痛めて産んだ他の子の存在を否定するばかりかマリアが夫に対して抱いていた深い愛情を侮辱することにもなりひいてはキリスト教も大きなものを失うことになるのではないだろうか。 マタイ福音書にはイエスがなお群衆に話しておられるとき、その母と兄弟たちが話したいことがあって外に立っていた。マタイ福音書12-46という記述がある。一方、マルコ福音書ではイエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。マルコ福音書3-31と伝えている。さらに、ルカ福音書には、 さてイエスのところに母と兄弟たちが来たが群衆のために近づくことができなかったルカ福音書8-19とあるもう一つ例を挙げるとマタイ福音書に母親はマリアといい兄弟はヤコブヨセフシモンユダではないか姉妹たちも皆我々と一緒に住んでいるではないか マタイ福音書13のから56とある記述がマルコ福音書では「この人は大工ではないかマリアの息子でヤコブヨセフユダシモンの兄弟ではないか姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか」マルコ福音書6の3となっている聖パウロもこう語っている私たちには他の人や主の兄弟たちや ケファのように信者である妻を連れて歩く権利がないのですか。コリント人への第一の手紙9-5聖書に存在する数々のこうした証拠を見ていくとヨセフとマリアの間にはイエス以外に子はなく二人が結婚してからもずっと純潔を守り続けていたとする聖書に裏付けのない教会の主張をすんなり受け入れることは非常に難しくなる。 教会の教えがそうであるからといって、マリアが一人後の処女母であるとは限らない。マリアの子やヨセフとの夫婦関係に関する真実は他にある。それはヨセフやマリアを尊重する真実を伝えているはずだ。聖書が証言する通り、マリアに複数の息子や娘がいたとするならば、彼女が一人しか子を産まず、死ぬまで処女を守り通したと信じ断定することは、聖母に敬意を 表す行いいとは言えないだろう同様に教会がそう教えているからといってイエスが独身を貫いたとは限らない聖書にはイエスが結婚していたことを証明する記述もないが結婚していなかったとか結婚しないという約束や制約をしていたという記述もないのであるユダヤ人学者ベン・ホリンはイエスが結婚していたという自らの信念を裏付ける。 一連の間接的な証拠を示したイエスが地上で生活していた時代ユダヤ教は結婚を「埋めよ増えよ創世紀1の28」という神の命令の実現として捉えていたルカ福音書では両親の管理の下で生活していたイエスが「知恵が増し背丈も伸び神と人とに愛された」ルカ福音書と伝えている。ベンホリンは イエスの両親は当時の慣習に従って息子にふさわしい花嫁を選んだに違いないし当時どの若い男性もしていたようにトーラーを学んでいるような青年ならばなおのことイエスも結婚したはずだと主張したもし彼が再退しなかったとなら敵対関係にあったパリサイ人は必ずこの怠慢を非難していたはずだ またもしイエスが純潔を貫き通したのなら独身主義の重要性を裏付ける理由を示す時聖パウロはきっとイエスその人の生き方を引き合いに出していたに違いない。聖パウロがそうはしなかったところを見るとイエスはやはり再退していたに違いないとベンホリンは結論付けている。 ではイエスが結婚していたのならなぜ再退していた事実や妻の名前が聖書で伝えられていないのだろうかこの疑問に対するマーガレット・スターバードの答えはイエスの妻の生命に物理的な脅威が迫る可能性があれば当時のあらゆる文書記録から名前を削除するに至る十分な理由となっただろうというものであった。 最初期に活躍したイエスの弟子たちに対して行われた激しい迫害を考えればこの説明には非常に説得力があるまたスターバードはこうも語っている「マグダラのマリアが本当にイエスの妻だったかどうかやこの女性がイエスの血を引く子を産んでいたかどうかを証明することはできない」だが中世紀を通してキリスト教に関する異端の見解が ヨーロッパで広く信じられていたこと異端派の遺物が数々の美術文学作品から見つかっていること国境として確立されたローマ教会の聖職者集団によって異端の教えが激しい攻撃を受けていたこと異端派が容赦ない迫害を生き抜いたことを証明することはできると自分が信仰する宗教の教義を 論議すること、それも性家族の性という極めて感情的な問題を取り上げることには困難と恐怖が伴う公式な教えと伝統等を唯一無二の真実として受け入れる方がはるかに心地よいからだカトリック教会は霊性や文明の発達に対しては数々の非常に建設的な貢献をしてきたが人間の性に対するその姿勢には重大な欠陥があった。 もしこうした問題が原因でイエスマリアヨセフの3人に関する偽りのイメージが作り出されてしまったのなら良心的なキリスト教信者にはどんな手段を講じてでも生家族の真実を見つけ出す義務があるはずだだがこのような探求には犠牲がつきものであり探求者たちがそしりやあざけりの対象になることは避けられない。脅威と誘惑 偽りに満ちた道行きとなるであるこの巡礼になくてはならないのは勇気と真実を深く重んじる心である本書は極めて微妙な問題に果敢にも挑もうとしていると言えるだろう「聖杯ホーリー・グレイル」に秘められた意味を見つけ出し失われたイエスの花嫁を復権させようというのだからイエスが結婚していたかどうかは まだ証明されてはおらず本書で紹介されている研究成果は有益かつ重要であるものの著者の持論を実証するには至っていないことはスターバードも認めるところであるだがイエスが独身であったという確かな証拠を教会が示せるようになるまでは我々もイエスと聖家族の真実を聖魂を傾けて探ろうと試みる人々を いいいたずらにに恐れ軽蔑すするののははやめて大いに称賛すべきではないのだろうか1993年1月カリフォルニア州シャーマン・オークスにてテランス・ A ・スウィーニー神父は「分裂した教会神の結びつけし者」の著者「コミュニケーション学」で修士号「神学」と「尋問科学」で「博士号」を取得。 著者前書き2,000年近くにわたって西洋の文明を育んできたキリスト教組織は実は非常に大きな教義上の欠陥神学上のサン・アンドレアス断層とも言うべき女性性の否定の上に築かれていたのかもしれない私自身長年この世界では何かが根本的に間違っているのではないか この文化は女性たちをあまりにも長い間下げす間聖典やキてきたのではないかと漠然と思ってはいただが1985年になるまではキリスト教信仰に内在しているこの衝撃的な歌詞を示す証拠書類を実際に目に見ることはなかった1985年4月ユダヤ教やキリスト教に共通する聖典やキリスト教の起源に 私が深い関心を抱いているのを知っている親しい友人の勧めで「The Holy Blood and the Holy Grail」アメリカでは「Holy Blood, Holy Grail」として勧虎公役レンヌ・ル・シャトーの謎イエスの血脈と「聖杯伝説1997年柏諸房官」という本に目を通した。 読み終わって正直愕然とした。著者のマイケル・ベイジャンとリチャード・リーヘンリー・リンカーンは「絶対に間違っている」それが私の最初の反応だった三人の書いた本の内容は神への冒涜に等しかった根底に流れていたのがあろうことか四福音書に登場するもう一人のマリアとイエス・キリストが結婚していたという主張だったからである。 マグダラの女と呼ばれ西洋美術の作品にはアラバスタの壺を持った姿で描かれている女性教会が悔い改めた娼婦と呼ぶ女性とイエスが結婚していたというのだ私は大きなショックを受けたいや打ちひしがれてしまったと言ってもいいもしこの主張が真実であるならなぜ教会はこれまで全く触れようとしてこなかったのだろう 2000年にも及ぶ教会のの歴史の中でずっと見過ごされたまま放置されるには「あまりにも重大な疑惑だったレンヌ・ル・シャトーの謎」の筆者たちが集めた証拠は何世紀もの間異端審問書がかたくなに真実を隠蔽してきたことを示していたローマ・カトリック教会に深く帰依していた私は 頭からこの異端の書を表した著者たちの方が間違っているに違いないと決めつけただがこの本の中心的命題であったイエスが再退していたかもしれないという疑念はその後も私を再いみ続けたのであるもしこれが本当だったとしたら妻であるマグダラ・のマリアがどういうわけかイエスの物語から排除されているとしたらマグダラ・のマリア不在の中で 初期教会が発達し続けていったのだとしたらこの重大な事実が教会と人類に与えた影響を考えているうちに私は耐え難い思いに駆られて涙を流しながらこの異端の福音のことについて神に祈った「真実を見つけ出さなければならない私はこんな異端説など簡単に論破できるに違いない」と決め込み 比較文学、中性学、言語学、中言語聖書学の知識で武装すると涙を拭いてこの異端説の研究に着手した。レンヌル・シャトーの謎には私自身特に関心があり専門知識も備えていた数々の分野例えば宗教や中世文明美術文学シンボリズムなどが網羅されていた。長年バイブルスタディや 宗教教育に携わってきたのでこうした領域には馴染みがあった当初私はこの異端説の誤りを簡単に暴くことができると考えていたそこで手始めにレンヌル・シャトーの謎の著者たちが異端的な聖杯信仰と一,一脈を通じているとして例に挙げた画家の作品に直接当たってみることにしたハロルド・ペイリーの「 無名に近い著作 The Lost Language of Symbolism 象徴主義の失われた言葉で何年も前に見つけたアアルビジョ1020年頃から1250年頃にフランス南部で栄えた異端派の透かし模様と作品に描かれたシンボル等を参照して検証してみるすると比較対象の中世芸術家の作品には 異端的なな信仰をははっっきりと裏付ける要素があったではないか私は狼狽したアモはア美術作品を根拠に異端説を論破することもかなわず探索をさらに続けていくしかなかったいつしか私はヨーロッパの歴史や文章学フリリメイソンの儀式中世美術シンボリズム心理学神話学宗教学イダヤ教やキリスト教の聖典など 多様な分分野に深く分け入っていたどこを見てもユダヤ教やキリスト教の伝統で失われた拒まれた女性の存在やかつて占めていた地位に花嫁を復帰させようとするさまざまな試みを示す証拠があったこの題材に深く関わっていけばいくほどレンヌル・シャトーの謎で示された見解には根拠があることがはっきりしてきた。私自身も次第に 当初信憑性を否定しようと考えていた異端的な聖杯信仰が掲げる中心的信条に感化されていった「私は火のないところには煙は立たない」という前提に基づいて本書の題材を集め続けたある仮説を裏付ける多数の証拠が多様な情報源から発見されたなら その仮説を真剣にに受け止めるるる理由があとということだだから「ゴッド・スペル」「ジーザス・クライススーパースター」「最後の誘惑」など最近映画化されて誰もが知るところとなったあのイエスとマグダラ・のマリアとの特別に親密かつ重大な関係に関する2000年来の噂には何がしか真実があるとしても不思議はない。 もちろん私には聖杯にまつわる異端信仰の教義が本当なのかどうかイエスが結婚していたかどうかやマグダラのマリアがイエスの血を引く子供を産んでいたかどうかを証明することはできないまたアラバスタの壺を持ってきてイエスに油を注いだベタニアの女性とマグダラのマリアが同一人物だったかも立証はできない だが中世紀を通してキリスト教に関する異端の見解がヨーロッパで広く信じられていたこと異端派の遺物が数々の美術文学作品から見つかっていること国境として確立されたローマ教会の聖職者集団によって異端の教えが激しい攻撃を受けていたこと異端派が容赦ない迫害を生き抜いたことなら証明できる。 イエスの生涯に関するもう一つの物語を存続させてきた異端派は容赦なく追い詰められ裁判にかけられ断罪され消滅していっただが神聖なる花婿イスラエルの王の物語の広がりは異端審問所の力をもってしても止めることはできなかった地中にしっかりと根を張りやがて地表に顔を覗かせるたくましいツル植物のように この物語は何回もも消されてもまた浮上したヨーロッパの民話や美術文学など異端新問所や体制派が根絶できないような領域に姿を現したのである外からは分からないように隠されシンボルで符号化されていることも多かったがこの信仰はどこにでも息づいていた。こうしてブドウの木と呼ばれる ダビデ王家の血筋の復権への希望は生き続けたのであるイエスの結婚を肯定するこの異端説についてもさまざまな可能性が考えられるもしかしたらこの説は事実で信徒がこれを信じかつ真実であったことを知っていたからこそ今日まで残ったのかもしれないことによると信憑性のある文章や芸術品の形をとって例えばかの有名な テンプル騎士団の「秘宝」のような複数の証拠を通して残った可能性もあるあるいは均衡が崩れて男性優位になっていたキリスト教教義に長く消滅していた女性原理を復活させようとしてこの説が広められたのかもしれない文明を健全な状態に保つ必要からであろうか古典哲学の出発点であった男性性とは相反する要素を復活させることが 不可欠だと考えられたに違いないな女性原理を報じる宗派は12世紀の南仏プロヴァンスで栄えた同時期にユダヤ教のカバラ主義者がヤハウへの失われた配偶者マトロニットをユダヤ教の伝承に復権させようとしていたことからも女性原理の復活が重要いや不可欠であると考えられていたことが分かる。 西洋世界では今日心理学におけるユング派研究やアジアに浸透する陰陽の概念の理解女神に関する認識を活用した同様の運動が進行中だ同じく特筆すべきは平和の女王聖母マリアこと諸女マリアが最近あちこちで出現していることであるキリスト教で唯一存在を許されたこの女神の肖像と離コン聖像が涙を流す姿が 世界中のキリスト教会で目撃されている。近年メディアによって広く報道されているこうした現象に対して教会もメッセージ性など全くないとは言えないでいるようだ石ですら叫び声を上げ蔑まれ忘れられていた女性を認め授与するようこの時代に懇願しているのだ女性性が失われたことによって私たちの文化も大きな影響を受けた。 キリスト教が始まって以来二巡目の千年期が終わりに近づいているが男性も女性も深く傷ついている女性の天使は完全に授与され評価されているわけではないまた成熟した女性との調和を保ちつつエネルギーを発揮することができずに苛立つ男性は右腕を差し上げて先頭に立ち武器を見境なく振り回し暴力と破壊の一撃を繰り出し続けている。 古代世界では相反するエネルギーの均衡の原則が理解され尊重されていただが現代においては男性的な特質や考え方が幅を利かせている男性太陽の原理に基づいた力と栄光の崇拝が怒りに駆られ苛立ち退屈し時に危険な存在にもなる甘やかされて未熟な男性を大勢生み出してきた息子の崇拝に行き着くのは 簡単なのであるやがて男性は連れ合いと一体になることができないまま燃え尽きてしまう。元しめられた女性原理の結末は環境汚染や凶楽主義犯罪の横行にとどまらず究極的には大虐殺に至る可能性すらある。本書の目的は異端的な聖杯崇拝を探り重要な状況を 証拠に基づくイエスの妻の妻復権を論じることだまた完全性の枠組みに失われた花嫁が復帰することによって荒廃した土地が癒されることを願いながら人間の心理の中で失われた花嫁がどのような意味を持っているのかを探る試みでもある。本書にはキリスト教の枠組みの中で私が個人的に行った。 失われれた花嫁のの探索の結果が記されている私はなぜ花嫁が失われたのか西洋運命にとってこの喪失がどんなに大きかったのかを説明しようと試みこの枠組みに花嫁が復帰したらどんなことが起こるのか思い描いてみたこの題材の研究に費やした歳月にはもろん犠牲が伴った私自身この取り組みを軽く考えてはいなかった。 この題材と奮闘し、それに形と実体を与えようと格闘した。生みの苦しみは長く厳しかった。時には自分という存在そのものが覆されてしまうのではないかという恐怖にもさいなまれた。それまで信じていた教義は覆されて捨てられなければならなかった。そしてその代わりに新しい信念が植え付けられ根を張っていった。 子供時代に刷り込まれたローマ・カトリックの枠組みは丸ごと解体され基礎にあった危険な欠陥が明らかにされたひび割れが塞がれた後慎重に信仰体系が再構築されていったこの過程には7年もかかったある時点から私は教会の教義を擁護することをやめ真実の探求に乗り出した自分の出した結論が非正当的であることは 痛いいほど分かっているがだからといってそれが真実ででははないとは言えないいと言えのである現代の聖書研究者たちが発見した事実と教会の説教団で説かれているキリスト教の教えとの間に大きな隔たりがあることを今や多くの人々が意識するようになっている私は本書がその大きな隔たりを埋める助けになることを願うばかりだ。1988 89から89年 私がテネシー州ナッシュビルのワンダービルト大学進学部で学んでいた時聖書学者の手による多くの啓蒙的な書物が無味乾燥なスタイルや言い回しも手伝って何十年もの間誰に読まれることも気づかれることもなく図書館の書棚に棚ざらしにされていることに気づいたそれもあって私は本書を日常使っている言葉で書くことに決めた。 必要に応じて注釈をつけてはいるが基本的には読者が受け入れやすく消化しやすい形で論を進めていくよう努めた。かつてある友人がどうせ穀物を人にあげるならそれを粉に引きパンに焼き上げて渡せばいいのに私は何の加工もせず量だけたくさん押し付けていると言った。今回はこの友人のアドバイスを教訓にして穀物をちゃんと 粉ににに引きき栄養満点のパンに焼き上げるように努めたつもりだ本書がきっかけになってキリスト教の最も大切な宝物高価な真珠すなわち聖杯の探索を始める人が増えてくれることを願っている。